僕フォルテ。おはようございます、マッチョ。フォルテです。髪を切ってきました。ね、僕はね、最近やっぱ髪を伸ばそうと思ってたんですけど、やっぱ切って、そしてまた切ったのですが、さらに我慢できなくて、切っちゃいました。というわけで、ベリーショートフォルテで今後ともよろしくお願いしますよ。本日の企画は、の前に、実は僕、パーカーを新商品リリースしまして、BF パーカーというパーカーなんですけども、僕フォルテパーカーです。で、この F は音符をイメージして作りました。こちらの商品なのですが、1月25日に新商品をリリースした際に、1時間で完売してしまい、増販することにしました。しかし今回の増販は受注販売という形に決定したので、2月の2日23時59分までの受付とさせていただきます。そちらが終われば一旦パーカーは、終わりにさせていただきたいなと思いますよ。で、今回1月25日以降に商品を買われた方で、パーカーを一緒に買ってくだされば、ハンカチがね、つきますので、ぜひともチェックしてみてください。で、1月25日以降に買って、ハンカチをゲットしたい方は、備考欄に何日に商品買いました、などのね、言葉をいただけたらなと思います。そちらがないと、検索できかねますので、ぜひ入れてください。というわけでね、本日の企画なんですけども、僕は思ったんです。高校2年生の時に弾いた、7年前に弾いた曲なら、7分も練習すればプロのピアニストなら弾ける説をね、検証していきたいなと思いますよ。今回ターゲットにする曲はこちら。シャワーじゃなくて水の戯れ。水の戯れをね、やるんですけども、皆さん知ってますか？ラベルっていう作曲家が作った曲で、こんな感じのねやつなんですけども、まあ水の戯れなんですよ。で、僕この曲を高校2年生の時に初めてやって、コンクールの課題曲でね、でもう苦い思い出しかなくて、これねアンプが結構難しかったのと、テクニック的に結構難しかったところが多くて、もう夏休み朝から晩まで死ぬほど練習したのを覚えてます。まあ、ものすごくね苦戦した曲なんですけども、まあ今日はねこちらにね取り組んでいきたいと思います。まあ7年越しにね、僕もものすごくピアノね練習したので、7年間でね、さすがにテクニック的には困るところはなくなってるんじゃないかなと思いますよ。というわけで早速取り組んでいきたいなと思います。まずは譜読み。7年ぶりの譜読み、すごい苦い思い出ですごく苦戦した水の戯れです。なんでこれをやるかっていうと、まあね、冬のコンサートとかでね、弾いていきたいなとは思って考えている一曲の一つなので弾きました。もしかしたら変更するかもしれません。懐かしい。泣いたわ、コンクールで。コンクールで泣いたわ、思い出しましたよ。ここでからもうポシャってね、失敗して僕泣いて帰ったの覚えてますよ。これ懐かしいな。次が難しいんですよ。流れちゃいます。7分が経ったのですが、検証失敗。さすがにプロのピアニストでも7分で7年前の曲を復活させることは無理。これはね、分かってはいました。分かってたんかいて。しかし、めちゃくちゃ7年間練習した僕ならば弾けると思ったんです。まあね、もう悔しいので、こっからあと70分練習します。で、もう7分っていうタイトルかもしれませんが、まあ77分練習させてください。なんかねビンゴみたいでよくないですか。ということで77分、あと70分練習します。
懐かしいよ。なんかね、めちゃくちゃかっこいいところがあるんよ。ガチャ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 、ヒュー、ドカンドカンドカンみたいなね、ところがあったんですよ。あった。ゴリラのダンスじゃないよっていうのをね、とある先生に言われたと覚えてます。高校生の頃からこんなことやってたんですよ。こういうのが大好きなんですよ。あれから77分が経過しました。ということで、行けるところまで通してみたいなと思いまっちょ。まあ、結構ね、実はね、ゆっくりちゃんと練習したので、まあ、一応譜読みっていうか、まあ結構ね、意外と覚えてるもんなんですよ。っていうのも、この曲結構好きで、僕ずっと、まあ iTunes とかに入れて、アルゲイチとかいろんな人の演奏をよく聴いてました。懐かしいので、結構譜読みは、この曲かなり譜読みで苦戦する難しい譜読みの曲なんですけども、すんなり、まあ覚えてたのもあるし、もう耳でね、曲自体を全部覚えてたので、すんなりいきました。やっぱね、ピアノ弾くときには、僕ショパンのプログラムの CD を作ったんですけども、モチベーション上げるためにこれを置いときたいと思います。見えます？これ。難しいところは弾けないですね。ふざけたらいけないですよ。これふざけたら先生に怒られますよ。僕は怒られないですけど。胸筋が邪魔してたらビンビンビク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 ってなりますよ。やっぱこういう曲マッチョになったら弾きにくくなりますよ。僕ね、実は肘と肘がくっつかないですよ、胸筋のせいで。これが結構マックス、マジで結構ガチよ。嘘じゃない。みんなやってみて。BF の B がビンってなってるけど、このぐらいもうムキムキなんですよ。Thank you.
もうこういうのはね弾かなかったらいいんですよ。僕のね、まあ、限界ページでやっぱ70分ではね、まあ、2、3ページ分ぐらいが限界です。まあ、厳密にはもうちょっと最後の方の簡単なところは踏みとか終わったらもうできるところがあるので弾けるんですけど、あとこっから結構左手が動き出して弾きにくくなります。こうやってね。弾けてないです。ってことなので、まあ、あともう7分練習したら弾けると思うので、また7分練習、嘘ですけど、まあ、またちゃんと練習して、頑張っていきたいと思いましょう。でもね、衝撃でした。7年ぶりに、水の戯れ、手の交差するところが、まさかの胸筋によって、弾けなくなってというか、弾きにくくなってました。肘がくっつかない、うん、くっつかない、あー、おー、いやありがとね、よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。